こんにちはあなたはインターネットを利用するときに Wi-Fi ルーターを使っていますかルーターを見ますと LAN とか WAN という表示がありますよねこの LAN と WAN 文字が似ていますでは LAN と WAN 一体どんな違いがあるのでしょうか今回は LAN と WAN の違いについてお伝えします ランとワンの違いですが、一言で言えば、ランは限られた人だけが利用できる狭いネットワーク。ワンは誰もが利用できる広いネットワークです。ではもう少し詳しく説明していきます。ランはローカルエリアネットワークの略で、利用者限定の小さなネットワークになります。例えば、特定の家の中だけとか、特定の会社だけで使えるようなネットワークです。ワンは ワイドエリアネットワークの略で多くの利用者が使える大きなネットワークになります例えばインターネットは WAN の一種ですルーターには LAN とか w a と記載されたコネクターが付いています LAN にはパソコンなどの機器を LAN ケーブルで接続しますそして w a にはインターネットにつながっているモデムなどに LAN ケーブルで接続しますこのように接続することでパソコンで インターネット回線につなげることができます。いかがでしたでしょうかランとワン。両方ともネットワークを表す言葉ですけれども、規模の大きさや利用者の範囲が異なります。この2つの言葉ですけれども、普段あまり意識することはないですね。多分意識するのは最初に Wi-Fi ルーターを取り付ける時ぐらいでしょうかね。特にワンはめったに使わない言葉です。まあ、頭の片隅にでも、 置いておくぐらいで十分でしょう今回の動画はこれでおしまいですご視聴ありがとうございました